どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。はい、というわけで本日もスプラトゥーン2の動画を撮っていきたいと思います。ガチホコショットとエクスプロッシャーのメインが似てると言っちゃうやつは大幼魚で満足しちゃうやつと同じどういうことですかそれは。いや、似て非なるものなんだよね。大幼魚っていうのは、うん、あれですよね、回転寿司とかで使われる、うん、まあその味似てるけど実はそのマグロじゃないよみたいな、そうそうそう、安く出せる味の似た魚ということですけども、うん、そういうことなんですか、要するに。そういうことだね。ホコショじゃねえよと。ホコショではないんだけど、うん、やっぱりホコショには似てるよね。うん、似てるし、これで、うん、もうこれでいいんじゃないのみたいなね。うん、いや、そんな、でもまあ言うだってこっちの方が便利な場合もあるから、ね。まあね、うんうん、ただ、やっぱホコショより精度必要。うん、ああ、なるほど、ね。爆発も狭いし。はいはいはい、はい。うん、だあの要するに弾当てなきゃいけないもんね。そう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 、あ、そういう部分ではあるけど、まあ、似て非なるエクスプロッシャーを今回使うと。ああ、久々に、あらら、使っちゃおうかな。だいぶね、久々に見る感じしますけども、まあ強い強い言われてるからね。まあ相手にいたらすごい嫌な武器ですね。うん、強い強い言われてて、うん、これ使ってダメだったらダメだってことだもんね、俺が。え、急にどうしたそんな思い詰めてたの今。なんか大会終わってゆっくりしてると思ってたけどいや、そんな顔しないでそんな思い詰めた絶望の顔、うん、まあでもね、強い武器をまあ使ってみて、うん、せっかくだから今いろんな体験してる。そうだね、うん、なるほど。今お遊び期間だから。あ、お遊び、俺の中で、うん、あ、もうお遊びって言っちゃってるんですね、うん、はい、今のルールは、今ルールはここ行きましょうか。はい、バッテラ、はい、さあ、バッテラストリートのガチホコでございます、うん、さあ、こちらの方での X でいきましょうか。なるほど、はい、さあ、相手方ダイナモちゃん、そして若葉にマニューベッチュ。さあ、これはこちらのエクスプロッシャーの射程かなり悪さできそうな気がしますが、一体どんな状態なんでしょうか。うっ、さあ、これは逃がさない、ナイスですよ。しかし11交換いるのは端置く、ナイスですよ、ナイスですよ。これはナイス、ウルトラハンコ止め。さあ、相手の位置が分かっている。おお、ブロ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 、いいでしょ。さあ、スピアで前詰めもできちゃう、それがこのエクスプロッシャーのヤバいところ。さあ、だがさすがにこれはでもセンサー置いて逃げれるか。ナイスシールド、ナイスシーを置いてくれた。さあ、2落ち、これはチャンス到来か。いい位置関係ですね。うわー、危ねえちょっと C 確保したな。あ、ここだって思ったけど。さあ、だからここは大丈夫ですよ。いいですね。オッケーオッケー、3落ち、3落ち、チャンス到来。これは持ってくれるとナイスです。うん、いっちゃいましょうや。さあ、これはあーと1個。さあ、だからやっときます、ナイスですね。さあ、これは割られてもいい、割られてもいいが、これはまずは相手の位置を、ナイス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 、その進めもナイスだし、倒したのもナイス、あともう一発ナイスが欲しい、ナイスだ。さあ、このもう一ナイスが勝利につながるんじゃないでしょうか。前は前線はキープしている、このままキープ&ゴー、キープ&ゴー。あー、しかしこれがガチホコの特殊なルール、ガチホコを放置すると戻らざるを得ない。しかし戻ってきた相手に対して一発、あ、なんとまだまだ攻めは続く、常に前で相手の奥に対してエクスプロッシブル。おー、さあ、だがここでダイナモリセンサーつけたが、してないか今の、倒してない。さあ、意外とやはりこのダメージの入り方が分かりづらいのがこのエクスプロッシャー、やはりそこは慣れが必要ですね。さあ、後ろから出たいんだけど、あー、クロまでバレた。下がれるか、まあ、下がれるのか。いやー、ちょっと飛べ、飛んで戻ればよかった。うーん、さあ、だが20という数字なかなか強力、ここはそのままキープしてしまいたいところですが、いかがでしょうか。カット塗っていいですよ。さあ、真ん中らへんも、あ、やばい、あーっと見落ち。さあ、20という数字が頼もしさはあったが、ちょっと心配になってきたぞ。さあ、だがありますね、ナイス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 。さあ、でもこちらにはそうスピアがあるのです。さあ、割られてしまう。
さあ、ここ爆破はシフィアを切り切り割ってしまう。そりゃそうでしょう。そして、ここでぐーっと行って、左ルートまだ塗られていない。さあ、左ルートに入り、ここ所でタイマン張っていく。登れるか？あっ、ナイスですよ。さあ、味方もそこにこうして、同じとこ見に来てくれました。うわっ、なっ、いける。あぁ、もしないか。相打ちは取れず。さあ、でも、気づいてないな。これはどうだ？ここにまだいるぞ。さあ、ここ奪われて、これ落としに来るか？いや、キープしてますね。残り1分。さあ、ガッと投げて、グッといって、さあ、後ろに下がっている。さあ、回り込んできた相手の矛に対して、どう止めることができるでしょうか。さあ、一旦待ちの、一旦バシャーの、バシャーの、ナイス。これはナイスです。さあ、残り45秒。時間はかなり限られてきたが、さあ、ここでのスプラスピナベッチュ。いい動きを見せていきます。さあ、むしろこれが相手のラストの攻めといっても。まあ、スピア溜まるからね、こっから俺。さあ、スピアがあれば、相手としては、やはり簡単には通り過ぎれない。しかし、相手の底力を見せてきている。木で見えない。さあ、だが止めて、ガチをこっついで、残り17秒。さあ、ここはもうスピアで、とりあえず脅かす。いいですよ。さあ、あとは膨らます。残り10カウントで、10秒で。割ってもいい、これ。なるほど。割れる。さあ、無理くり取りに来た。さあ、だが、素晴らしい。よしよしよし。取らせて落とすね、うん、うん、取らせて落とす。これはかなりいい。やっぱ爪の時の X の、うん、あのダメの入れる感じはやっぱやばいね。うん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 。でこのね、もう出てきたばっかのとこでなんかペシッて当たっちゃって、うん、で不利な戦いを強いられる。なんならそのまま倒す。ああよかった、あの前爪素晴らしい。うん、はい、コンブ、はい、さあコンブのガチ横いきましょう、うん、こちらの方の X プロッシャー、どんな編成でしょうか。あ、なるほど。さあ、そして、おー、相手にも X。OK。さあ、というか、結構似たり寄ったりな。そうでもないか。あ、ゴールドいんのか。さあ、ゴールドもいれば、相手には、なんと、必戦。なかなか、いい編成でございますね。さあ、こちら側にも、あちら側にも、スプラスピナー。これがどういう風に転ぶのかっていうのが、気になるところ。だっ、やられた、いただき。さあ、でも3落ち。3落ちからの、もう一押し取っていきたい。さあ、これはガチモトショットは強化エクスプロッシャーといっても過言ではない。ああ、いいですね、強化エクス。さあ、これは20代いっちゃいたいね。20代20代にいっちゃって着地かな、あれ。いいんじゃないの。着地じゃない。あららら、ああ目の前。これはで、だー、惜しい。さあ、いや今のいけたかな。いや、いってもなって感じだな。ちょっと難しいとこですね、判断が。状況で良かったから、うん、そのままもうノックアウトになりたかった。うん、ノックアウトとかもうちょっとカウント取れたと思ったんだよな、今の。うん、難しいところでございますが、さあ、そこも噛み合わせていかなきゃいけないのがこのガッチマッチの辛いところ。カウントも進めたい、だけど無理はしたくない。どちらもしなければならないのがガッチマの辛いところだ。さあ、だが、うん、やめちか。ああいう人って、しかし相手は必戦のみ。これは3落ち状態。なんか 左側。さあ、どうだこれは。行っていいんだけど、見えてないね、味方が。なるほどね、これやっぱ一人では。あ、でもカウント進んでる。10、おーおーおー、これは相手のミスだ。なるほどね、全く見てなかった。うん、見てない、相手が悪い。それはね、まあうまく育ったということですね、その見てないところに。これはでもグッジョブでございます。あら、だいぶ麓まで行っちゃって、7という数字。あー、しかもこのここからのこの X が厄介でございます。私もよくやられます。はい、いいですね。あー、いいですね。この X 強いな。この X、 さあ、しっかりコンブでの X の強みを見していくが、割れるのか。これ割れているが、もう奪っているが、どうだ。5、5、いくね。なんか異端界、異端界 X 異端界 X して逃げます。おー、割っている。ナイスですね、ナイスですが、さすがに無理なのか。さすがにここから行くのはさすがに厳しいのか。さすがに、さすが、お、3落ち。うん、さすがに。でも5。さあ、5というかなり強力な数字。これはもうこのままいっちゃいたいですね。ガッダッ、おっ、あら、あー、枯れない。さあ、
2分20秒の時点で相手のターンが回ってきましたね、うん、さあでも5か5ですよ。結構ね、でも昆布はなんか行くとき行っちゃうからね、ぬるっと。そうなのよ、はい、それが怖いですね。それだけはないようにどうにか。あ、一発ナイスナイス。さあ直下でしてしまえばこっちのもナイスですね。さあガチホコを奪ってくれている。さあズルズルゴロゴロっていって、これは相手を脅かす。そしてバント。やっぱりイクスピアはそんなに割には貢献できないですね。うん、うん、じゃあナイスだナイス。いいよ。さあ死んでいいじゃん、うん、ナイスナイス。厄介なことでねやられることで次の相手の一手を遅らせることができますね。うわいい食い込んだけどな、うん、さあ板戻って、ああでもやっている。ナイス。センサーがついている。さあ相手は割って戻しに行く動きですね。真ん中に、これはどうだ、入らなかったか。さあ近距離戦が難しい。おさあ相手はリンクなくなると見るやいなや。ネットさあ生き残りました。これ大きいですね。生き残ることで手前からの塗りをまた広げていくことができる。さあ塗って塗って塗ってるうちにイカスピアも安全靴欲しいなあ。やっぱり安全靴欲しい。うん、ガッと塗られてね足元で動けなくなるなんてザラですからね。ああこれはやったー、あー一緒だった。あー10個見えてない。さあ2、あー後ろにいるぞ、後ろに、後ろ後ろ後ろ。これはまずいぞ。いけるのか。いや間に合ってる、大丈夫です、間に合ってます、間に合ってます。さあ5という数字は伊達じゃない、5は伊達じゃないぞ。伊達ではないはずだ。伊達じゃない、止まった。9です。でも割れるね。危ねえ、危ない、危ない、ナイスおろしだ。危ねえ、あーこれはもうこうしたらあとはもう残り時間もう相手は危ねえ、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 無茶するしかない。ああ止めれてよかった。いやーあの一発は重かったね。ナイス、危ねえ、危ねえ、危ねえ、いいですね、うん、まあ、X だから間に合うとかもあるだろうしね、うん、いや素晴らしい素晴らしい。あそこで9で止めて、まあ、5まで進めてくれた味方、9で止めた西澤、そしてそのまますぐ下ろしてくれた味方と、うん、うん、いいチームワーク、いいですね X、うん、悪くないね、うん、はい、バッテラストリートにて今日の週、はい、行きましょうか。さあ今日の集大成を集中してみせる試合、今回はバッテラストリートで X プロッシャーガチ歩行行きましょうか。なるほど。さあ相手はタケちゃん、そしてスパッタリーマニューバーからのプライムシューター。さあこちら側にもデュアルがいて、ちょっとマニュー系が多めな試合になってます。割れるんじゃないか。これはどうだ、割れるのか、割っていけるのか。さあ割りたいところだ、割れそうだぞ、割った。そしてなんか知らんけど相手センサー全員ついている、スーパーセンサーのような、そんな状況があるか。降りちゃダメだったな。ナイス、あーでも落ち、あー3落ち、相手のカバーがね、いけるか、頑張れ、カバー入って、カバー入って、さあマニュは持たない、真ん中マニュは、ここは一旦、いやー、死ぬわ、いいチョップだ、うわ、さあ、一旦やばい、返してきましたね、やばい。さあどうだこの状況、戻って、あーとんでもない塗りを見してくるが、これは右側入ってきている。うん、さあどうだ、いや、で、ね、うわっ、うわー、しつこく勝つ、大胆に来る相手のマニューバーからも38でしょ、あー30か。さあいやこれもう一回来そうだな、もう一歩前に来させないようにとっとと持ってきたい、とっとと持ってけそう、左側。さあここは前塗って、上から降り注ぐタイプの方向。さあここで左側、なんかいそうだけど、なんか竹色、あ危ない、竹が乗ってたんですね、うお危ない。さあジェッパーからのミサイルからのナイスマガロの、これは相手の、まあ、相手の守りは良かったね、うん、3つのスペシャルうまく使って、さあ逃げれるか、頑張れ、傘がどうにか、おお生き残り1人持ってきましたね、ナイスですよ。さあそして、さあ割られているが、さあここで、いやー持ってなかった。さあ持ちたかったところが、これは相手が抑え込んでいる、厄介ですよ、戻ってきて。さあどうだ、
キャット、ザッと。いいですね。素晴らしい。素晴らしい動きを見せているが、ここは、とりあえずミサイル動きとして。うん、戻ってくる。いいですよ、ナイス方向。防いでいる。これは、ちょっと割って、さあ、センサーつけて、いいですよ。グイッと。で、これは、あー坂が相手の味方した。さあ、方向奪って。残り2分20秒。まだまだ時間はたっぷりありますが、この状況を打破しない限りは、その時間も。いや、分かったんだけどな、今。さあ、乱戦が続きます。そして、ナイスだ。これは、この一人がどうにかできれば。いや、無理だな、これ。さあ、無理くり行ってる。いけるか、無理やりいけるか。無理くり行った。無理やり行ったな。ナイス、ナイス、ナイス。いい、無理くり行った。無理やりナイスカウント。さあ、これは、ベシッと、ナイス。いいですね。こっち来ない、動き。こっち来ないでなの。なあ、こっち来ないでなの。そして、あと一発、あいつ。うわ、惜しい。90ダメ入ってる。ベスッと、ベスッと。ナイス。これはやはり、エクスにしか取れない。さあ、カモンだ。なんか一括でやってっからカモンしてくれ。ドン、あー、惜しい。ナイス、一人。さあ、カウントは進まずとも。あー、これは。いや、無理か。さあ、だが、割っているのは味方チーム。あー、ここで、ジェットパックが悪さしている。あー、惜しい。触りたかった。触りたかった、ガチオコ。さあ、だが、戻ってきている。ここは、ちょっと塗って。一人生き残ってるのでかいぞ。さあ、ここからは、エクスでどうにか、攻め込んでいきたい。うぅぅさあ、でも相手も二落ち。相手二落ちかつ一人ガチョコなので、これはいけるか、どうだ、止まった。残り1分。さあ、ナイスナイス。ナイスですよ。これはもしかして、もう一旦、カウントを伸ばすチャンスをくれたのか。ねえ、こっちめちゃめちゃ見ましたね。あーあー難しい。はい、あ、惜しい。ナイスだ。 OK。 さあ、奥にいるぞ。奥にいるのが見えているぞ。ナイシインクね。ている。いやー、インク回復しないの、それ。回復しないのかよ。ちょっとも出ないのが、このスロッシャー系。ギリギリまでね、打たなかったんだけどね、今。一発分たまらなかったね、ギリ。さあ、これはもっとインク効率やインク回復を詰めというナイスナイス次なのか。さあ、いいですよ。残り10秒。数がやばいね、これ。押される可能性ある。さあ、これは無理くり割ってきて、よしよし。ナイスだ。1人減らした。これは大きい。あー、ほらほらほら、よし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 。素晴らしい。よかった、うん、最後。いやー、しっかり止めて、うん、やっぱね、インクのね、燃費がやっぱむずいね。90入ると気持ちいいね。あっ、ちょっとね、ペシペシって2回ヒット音がすんのよ。はい、はい、うん、それが当たった音と破裂した、ね、そう、はいはいはい、いや、これは素晴らしい話でしたね。アイテムで、はい、今回はエクスプロッシャーカスタム、はい、やってきましたけども、うん、いかがでしたか。あんまり、もともと長射程はあんま使わない。まあ最近チャージは使ってたんだけど、まあ、久々、動画でこれ2回目とかかな、下手したら。なんか出た時、途中で1回でここぐらいな、うん、なんかそんぐらいだよね。うん、うん、だいぶ久々に持ってたけど、でもやっぱ、うん、これはこれで使えると楽しい武器だね。まあ最近ね、そのチャージャーも込みでね、なんかこう今まであんま使ってなかったのを、使ってる感じしますけども、うん、やっぱり射程が今長い武器が多いというか、うん、そんな環境ですけども、やっぱ強いというね、うん、エクスプロッシャー。なんか自分でさ、はいはい、歩行証うめえなって、ああ言ってるね。うん、うん、いや、歩行証うまいんだったらこれ使えるだろうと思ってたんだ。まあ確かに軌道とかね、うん、あのまあなんかプチ歩行証だもんね、うん、見た目は。はいはいはい、そうそうそう、使ってみた結果は、あんま使えてなかったかもしれない。でもまあ、うん、ここ良かったじゃんみたいなとこは多分試合中あったと思う。うん、結構ね、うん、1試合目とかもなかなかその詰めて詰めて前でこうなんつうの、こっちが見えない、うんうん、こっち見えないとこからこう倒すみたいな、うんうん、結構強かったんで、いやだからだいぶねいい感じはしましたけども、うん、ここでの運用はどうですか。あー、ここはね、うん、バブルの方でもいいのかなと思った。あー、なるほどね、うん、はいはい、確かに進めるとかっていう部分ではバブルとかの方がなんかこういやらしい感じかもしれないね。うんうん、なるほどなるほど。まあそんなね、ちょっと使い分けもしつつで、うん、エクスプロッシャー、ぜひとも皆さんも使ってみてください。はい、というわけで、ここまで見ていただいてありがとうございました。コメントや評価ボタンのクリックもお待ちしてますので、ぜひともお願いします。お願いします。というわけで、またお会いしましょう。さよなら。さよなら。チャンネル登録お願いします。